二頭の力強い虎が小さな猫に愛情たっぷりのスリスリを見せ、それらの間に波はずれた親密な関係があることが明らかになった。人々は驚き、虎と子猫の間に特別な絆があるのかどうかに興味を持った。この信じられないような物語の舞台はロシアであります。エイドリアンさんは都会に住んでいるが、しばしば近くの山に行き、そこでキャンプを張って大自然の中で数日を過ごす。キャンプは彼にとって楽しいだけでなく、一人になれる時間を与えてくれる。彼は都会でのストレスフルな仕事から回復し、リラックスしていた。エイドリアンさんは金融関係の仕事をしており、仕事の日の大半は必死に電話をかけたり、請求書を作成したりしていた。大自然の静寂は彼にとってストレスやプレッシャーをすべて置き去りにする完璧な方法だった。しかしある日、彼の生活を一変させる出来事が起こり上がって、いつものように、この冒険家は週末をシベリアの森で放浪していた。テントの前に座り、焚き火に火をつけていると、エイドリアンさんはガラガラという音を聞いた。うめき声のような、悲鳴のような声。エイドリアンさんは長い間この山にいたが、そのような音を聞いたことはなかった。だから、どこから聞こえてきたのか、それが何なのか、興味津々なのは当然でした。エイドリアンさんは立ち上がり、泣き声が聞こえてきたと思われる方向にゆっくりと歩いた。木々に遮られ、音の出どころを特定するのは難しくて、さらに、小川が音を反射し、あらゆる方向から跳ね返ってきた。しかし、やがて角を曲がったエイドリアンさんは目を見張るものを目にして、彼の目の前で、2匹の小さな虎の子が地面に横たわっていた。生後数週間しか経っておらず、とても無力で絶望的な様子で、猫好きのエイドリアンさんの最初の考えは彼らを抱き上げて安全な場所に連れて行くことでした。しかし、どこかに母親がいるはずだ。もしかしたら母親は何か食べに行ったのかもしれないし、近くからエイドリアンさんをじっと見ていたのかもしれない。エイドリアンさんはコトラをそのままにしておいて、コトラがクマに襲われる危険を避けるため、脇に隠れてゆっくりと見守ることにした。しかし、時間が経つにつれ、母親が彼らを探すこともなくなった。エイドリアンさんはコトラが衰弱していることに気づき、行動を起こさなければならないと思った。そこで彼はキャンプ道具を片付け、泣いている2匹のコトラを捕まえて家に連れて帰り、自分で世話をすることにした。エイドリアンさんが家に帰ると、猫のプリンセスが出迎えてくれて、彼女は何匹もの子猫を産んだ美しい子猫だった。エイドリアンさんは、の子猫を心から愛し、一緒に座って撫でてあげることが、忙しくて長い一日の疲れを癒すことの一つだった。しかし、子猫が二頭の虎の子供を見ると、すぐに興味を持った。まるで彼らが何なのか、どこから来たのか、なぜここにいるのかを尋ねるように。エイドリアンさんには、詰めする時間がなくて、子虎が生き残るチャンスを得るために、早く餌を与えなければならなかったのだ。子猫はエイドリアンさんが子虎にミルクを与えるのを見ていて、その瞬間、子猫は驚くべき行動に出て、子虎のそばへ行き、優しく遊び始めたのだ。子虎は猫自身と同じくらい大きかったが、彼女は彼らが世話を必要としている子虎であることを知っていた。まるで母性本能が発動し、母親の役割を引き受けたかのように。それから数週間、虎の子供はより強く、より健康になって、再び体重が増え、元気が出てきた。子猫は彼女の世話をし、虎の子たちは子猫がママのような存在であることを受け入れたように、彼女の後をついて回って、子猫は虎の子をきれいにし、食べたり飲んだりするように促した。時が経つにつれ、子虎たちは成長し始め、子猫たちよりも大きく強くなったが、母猫はまるで自分の子供のように虎を扱い続けて、あまりに乱暴に遊ぶとすぐに駆け寄って介入した。エイドリアンさんは自分の猫が二頭の虎に命令をしているのを見て、口の端に笑みを浮かべるのを止めなかった。残念なことに、虎が大きくなりすぎて、エイドリアンさんとの生活を続けられなくなる日が来た。虎はどんどん大きくなり、家の中のものをよく傷つけていて、さらに、餌やりにもお金がかかるようになったので、彼は虎を地元の動物園に連れて行くことにした。虎を車のトランクに積んだ時、エイドリアンさんはとても悲しい気持ちになって、特に、車で去っていく虎たちの悲しそうな顔を見た時は、幸い、動物園は喜んで虎を引き取ってくれた。彼らは最近、虎が自然に近い環境で走り回ったり遊んだりできて、美しい大きな囲いを新しく作ったのだ。別れを告げると、エイドリアンさんは虎を動物園の専門スタッフに引き渡した。その日から、エイドリアンさんが動物園に戻ってくることはなかった。それから5年後、母猫が病気にかかって、エイドリアンさんは子猫を獣医のところに連れて行ったが、獣医は猫を安楽死させるのが一番だと言って、エイドリアンさんは悲しいことに同意したが、その前にもう一つしたいことがあった。
エイドリアンさんは子猫をワゴンに乗せ、トラの囲いに向かって、そこで彼は数年前に助けた2頭のトラにすぐに気づいて、ガラス窓に近づいても、それらが自分を覚えているかどうかはわからなかった。トラたちはエイドリアンさんを見て、興味なさそうにそっぽを向いて、まるで、毎日彼らを訪れている無数の人々と同じように、異質な存在であるかのようで、エイドリアンさんは少しがっかりしたが、その直後、考えられないことが起ころうとしていた。エイドリアンさんは子猫を抱き上げ、トラに見せて、すぐに2匹の目が輝き、猫のそばに飛びついた。トラは数年前に自分たちを育て、守ってくれた母親のことをはっきりと覚えており、猫も自分たちのことをはっきりと気づいていたのだ。二頭の巨大なトラが自分の子供であることをよく知っていた。匂いなのか、あるいは人々に理解できない本能なのか。母猫は小さな体を窓にこすりつけ、トラも母親にすり寄ろうとした。たとえ猫とトラが同じ種でなくても、愛は言葉を超えて全てを包み込んだ。最後までご視聴、ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。